はい、じゃあメイパスの菅沢です。稲葉です。はい、そんな感じで今回なんですけども、明治大学の入試方式について解説していこうかなと考えてますよね。皆さんね、これから明治大学の入試がね控えているかなと思うんですけれども、結構入試方式について知らない人多いんですよね。なので今回はですね、明治大学の入試方式すべてを解説して、結構受験生が知らない、ね、知識とか特徴とかね、おすすめな入試形態とかね、すべてご紹介できたらなと思いますね。ぜひとも最後までご覧いただけたらなと思います。どうぞ。というところでね、今回はですね、明治大学の入試方式の違いについてちょっといろいろとお話ができればなと考えているんですけれども、ね、一応うちのね、敏腕講師のね、稲葉先生と一緒にね、動画やっていこうかなと考えております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、早速明治大学の入試方式ってどういう入試があるのか、そこをちょっとね、いろいろと見ていこうかなと考えているんですけども、具体的に明治大学の入試方式ってどういうものがあるのか。はい、大きく分けて4つの方式がありますと。はいはい、はい。で、1つ目が、学部別入試ですね。で、2つ目が全学部入試、3つ目が共通テスト利用入試、そして4つ目が外部英語資格利用入試になります。はい、はい、はい、はい。まあ結構ね、4つ出てきたんで、ちょっとわからない入試がたくさんあったのかなと思うんですけども、まあ大丈夫です、ね、一つ一つ説明していきますので、ご安心くださいって感じですね。はい、じゃあ早速ですね、学部別入試についてお話ししていけたらなと思うんですけども、学部別入試で受けた方がいい学部とか注意点とかね、一緒にお話ししていこうかなと思います。早速ですね、配点から見る受けた方がいい学部、そこをですねご紹介していこうかなと思います。よろしくお願いします。まず文系の配点のパターンっていうのがまず3つあるんですけど、そちらの方から紹介していきたいなというふうに思います。1つ目が英語重視型、2つ目が英語国語重視型、3つ目が均等配点型、この3つになります。学部別入試にはそれぞれの学部でこの科目を重視してるよっていう方があるというところですね。ありますね。はい、例えばじゃあ英語重視型は英語が得意な人が受けた方がいい学部ってことですね。そういうことですね。はい、あ、そうかそうか、わかりました。じゃあちょっと英語重視型とか、そこの英語国語重視型、どういう学部が該当するんですか。まず英語重視型なんですけど、英語だけ150点で他の2教科は100点ずつになっていまして、で、この4つの学部になります。2つ目が英語国語重視型、これは、国際日本学部だけですね。これ何かと言いますと、英語が200点、そして国語が150点、そして歴史が100点という形になっていますね。はいはいはい。ってことはさっきは英語重視型の4学部があったかなと思いますけど、英語が得意だったら、まあ、結構有利に戦える学部なんだけれども、英語国語重視型の国際日本学部に関しては国語も結構得意じゃないと難しいよってことですね。はい、OK です OK です、わかりました、ありがとうございます。そしてですね、最後なんですけど、均等配点型っていうのが今3教科同じ点数だよっていうのが、この3学部になります。はいはいはい。ってことは結構国語社会が得意だよって人とか、それこそ英語がちょっと苦手だよっていう人でも結構受けれる入試ってことですよね。そういうことですね。わかりました、ありがとうございます。続いて、まあ、ちょっとね、この科目が得意だよって人はね、この学部受けてくださいってお話しましたけど、それいつも2022年度の、まあ、注意点とか変更点とかってあったりします。入試の変更点に関しましては2つほどあります。1つ目が、農学部の配点が3教科120点ずつだったんですね。なんですけど、150点ずつに変更になるよっていうところです。2つ目が国際日本学部なんですけど、政治経済の選択ができなくなりました。はい、なので政経選択者の方は国際日本学部ちょっと受けられないよっていうのはちょっと覚えておいてほしいなというふうに思います。はい、結構残念ですね。はい、残念ですね。これはわかりました。続いてですね、その学部別入試における何かの注意点とか、はい、ちょっとそこをちょっとお伺いしてもいいですか。はい、まず選択科目の注意事項についてちょっとお話ししたいなと思うんですけど、日本史世界史取られている方は、明治の文系の学部は全部受けられるよっていう形なんですけど、政治経済選択、そして数学選択、地理選択はちょっと受けられない学部があるよっていう話ですね。で、まず政経と数学選択、こちらなんですけど、文学部そして国際日本学部に関してはちょっと受けられないよっていう形になってます。そうかそうか、なかなかちょっと選択科目で損するところもあるんですね。はい、そうなんですね。オッケー、そうです。2つ目、地理選択なんですけど、地理選択は情報コミュニケーション学部、国際日本学部、経営学部、法学部、こちらのね、4つになります。はい、それじゃ結構地理選択は損しますね。結構ね、ちょっとそうですね。明治においてはちょっと半分ぐらい切られないんで、ちょっとね。はい、わかりました、ありがとうございます。続いて学部入試全体で注意するポイントがあったりします。はいはい、1つ目は、文学部受けられる方はちょっとあれなんですけど、漢文必須になりますっていうのはちょっと覚えてほしいなと思います。他の学部に関しては、現代文庫文で OK なんですけど、文学部だけね、漢文必要になるんで、ちょっと
覚えててほしいかなというふうに思います。はい、そうですね。まあでも逆に俺漢文が必要だから文学部受けないでおこうかなって思う人いると思うんですけど、ね、思う人も多いですからね。そういう人が多いんで、はい、逆に文学部穴場になったりしますよね。なので結構まあ漢文できる人は文学部受けてみてもいいんじゃないかなと思いますよね。2つ目なんですけど、実は文系でも農学部受けられるよっていう話になります。はい、農学部の食糧環境政策学科ってご存知ですか？ご存知ですよ。実は文系の3教科で受けることができまして、農学部均等配点なんですけど、英語が150点、そして国語数学理科社会から2つ選んでもらって150点ずつで計450点でテストになってます。ということは結局国語数学理科社会を2つで120分なんで、例えばですけど理科社会を早めに終わらせて国語とか数学に時間をかけるっていう戦略が取れるってことですね。そうなんですよ。3つ目なんですけど、文学部そして政治経済学部は、出願時に学科の選択が必須になりますよっていう話ですね。例えば政治経済学部って、政治学科と経済学科とあとまあ地域行政学科があるんですけど、そのうち1つを選ばないといけないということになります。そうですね。特に文学部3学科14専攻に分かれているので、特に文学部は結構大変なので、逆にたくさんの学科専攻があるので、それこそ集中しづらいので逆に倍率低くなったりするんですよね。うん、そうですね。もちろん逆に集中する学科とかも専攻とかもあるんですけど、まあ、そこ結構注意点ですよね。政治系大学部政治学科と経済学科同時出願するみたいなことは学部別入試内ではできないので、必ず一つの学科に絞ってほしいかなというふうに思います。あとちなみに僕地域行政学科だったんですけど、結構ね明治大学政治経済学部地域行政学科は経済学科と政治学科に比べると合格最低点低いんで受けてみてもいいと思います。あと経営学部なんですけど、経営学部は学科3つ分かれてるんですけど、大学入試にやったら選ぶものなので、これは選択しなくて大丈夫です。はい、 OK です。分かりました。じゃ続いてですね、理系のお話ししていこうかなと思います。よろしくお願いします。理系なんですけど、理系はまあちょっとどちらかというと文系よりはね複雑じゃなくて簡単単純で、理工学部と農学部は均等配点、そして総合数理学部だけ数学重視でプラス英語の2教科で受けられるよっていう形になってます。そうですよね。まあ基本的には、はい、理工学部120点で均等ですし、農学部に関しても150点で均等なんですけれども、ただ総合数理学部に関しては数学200点で数学がかなり優遇されている入試方式になっていて、しかも総合数理は2教科しかないというところですので、結構その理工学部農学部はまあそれこそ平均的にできるのが望ましいですが、総合数理学部に関しては数学が特にずば抜けていて英語もそれなりにできるって状況じゃないと結構厳しいですね。結構厳しいですね。はい、なのでちょっと理系の方はね、こちらの配点ちょっと覚えておいてほしいなと思います。はい、わかりました。続いてですね、学部別入試説明書を終えたので、全学部入試のねお話ができればなと思います。全学部入試なんですけど、まず、最初にこの試験っていうのは、1日しかないです。で1日で、どの学部も受験可能で複数学部出願できますよっていう試験になります。さっきは学部別入試ってところで学部ごとに入試問題が違ったんですけど、全学部入試ってのは1つの入試問題で複数学部が出願できるっていう入試なんですよね。何か注意点とかあったりしますか？はい、まず配点のところからお話ししたいんですけど、配点こちらは、均等配点そして英語 1.5 倍の配点というのが2つあります。はいはい、先ほどは3つのなんか入試の型みたいなのがありましたけど、ここでは、均等配点型と英語 1.5 倍型のがですね。はい、で、均等配点型なんですけど、こちらの産学部になります。はい、特に法学部ですかね、政経とか経とかと、併願する方多いので、結構その全学部だと狙い目なのかなというふうに思います。その社会とかね、国語が得意な人はね。はい、で2つ目なんですけど、2つ目は英語 1.5 倍だよっていうのは、さっきと一緒で英語150点で、あと2つが100点100点ずつみたいな形の、入試になるんですけど、こちらが3つの学部になります。はい、均等配点型は、まあ、それこそ平均的にできる人が受けて、英語 1.5 倍型は英語が特に得意だよって方が受けた方がいいってことですよね。はい、結構面白いのが上コメってさっきは学別入試で100、100、100だったのに、全学部で英語は 1.5 倍ってことですね。 1.5 倍なんですよね。これがちょっと面白いところ。逆に法学部は均等配点なんですよね。ちょっとここが違う。確かに確かに、はい、そういう全学部と学部別入試の違いがあるわけですよね。はい、あるんですよ。分かりました。他に何かあります？あと2つあるんですけど、あと英語がめっちゃ得意な、人が2英語2倍っていうのが国際日本学部なんですね。英語200点で、選択2つが100点ずつっていう形になるんですけど、こちらになると、まあ、英語がすごい得意な人はかなり有利かなというふうに。それこそ半分英語の配点になるので、400点中で、ね、200点なので、結構英語得意な方はね、国立日本学部、まあやっぱり国際日本学部はあれですからね、まあ、英語の学部ですので。で、最後なんですけど、小学部は英語2倍で、国語は 1.5 倍の配点になってますね。学部別入試の国際日本学部と一緒なんですけど、小学部はこのようになってるんで、英語と国語が得意な方は小学部受けたらいいかなというふうに思います。
じゃあ続いてその全学部入試のちょっと注意点みたいなところをお伺いしてもいいですか。全学部入試の注意点なんですけど、選択科目についてなんですね。日本史、世界史、そして政治経済、数学科を取ってる方は、全然選択科目に関しては OK なんですけど、理科、特に物理、化学、生物を取ってる方は、あ、こちらのね、あのところの学部のみ OK になりますので、ちょっと気をつけてほしいなというふうに思います。理科科目、例えばですけど理系の方で、理科を、まあ、理科科目を受験している方でもここの該当する学部であれば、まあ、受験は可能ってことですね。まあ、可能ではあります、まあ、ここも人だったりはするんですけど、結論、全学部入試なんか受けた方がいいんじゃないかなって思われるかもしれないですけど、僕らの塾全般的に全学部入試はあまりお勧めしてません。お勧めしないですね。なぜかというと、はい、合格最低点高いですし、あの基本的に全学部入試ってあの明治大学とかを滑り止めと考えている受験生が受けるんですよ。うん、なんで、やっぱ、早慶とか、南韓国立大学を志望している受験生が受けるので、結構ね、競争がね、激化するんですよね。うん、なので、本当に余裕がある受験生じゃない限りは受けない方がいいかなと思います。そうですね。まあ、そうですね。結構やっぱ、8割とかね、85% とかっていう、合格点の時もありますからね、結構難しいかなとは思うんですけど。わかりました。ありがとうございます。続いてですね、3つ目の共通テスト利用入試、ご説明していこうかなと思います。共通テスト利用入試に関してなんですけど、まあ一つこの共通テスト利用入試っていうのはどういうものかというと、共通テストの点数だけで合否が出ますよっていうやつですね。そうですね。共通テストでうまくいけば明治全部取り入れるときですね。そうなんですよ。なんですけど、なかなかこれ実はボーダーと呼ばれるその合格点が高くてですね、だいたい毎年3教科で 85% 前後がボーダーになってるんですね。なので結構その共通テスト利用入試って東大だったりとか京大もしくは早慶とかがの上位層とかが、滑り止めで出してくる人が多いんですね。もし受けるのであっても1学部だけとかっていう風にしてほしいかなというふうに。そうですね。まあなかなか共通テスト利用入試ってボーダーが 85% とか言ってるんですけど、これボーダーなんですね。ボーダーなんですか、はい、これってボーダーまだもっと上ですかね。85% 取って終わりじゃないですよね。88% とか、ね、なんか 89% とか取らない、なかなか難しいんですよ。なんで、はい、共通テスト利用入試もおすすめしません。はい、はいはいはい、そうですね。まあただ現状もしてるね、あの3教科8割超えてたらもしかしたらあるかもしれないので、まあ、出しておいてもいいかなとはね、思いますね、はい、ただあと一つ注意なんですけど、共通テスト利用入試に関しては漢文も含まれます、うん、なので、なかなか多分明治大学文学以外をね、第一志望にしてる方は結構ね難しいかなと思うんですけど、なのでちょっとここは注意が必要かなというふうに思います。で、まあ、これ、3教科で受ける方が見られてる方が多いかなというふうに思うので、3教科で受験可能かというところをちょっとお話ししたいなと思うんですけど、3教科で可能な学部に関しましてはこちらの学部になります。で、これ以外の、小学部と、農学部の食料、環境政策以外と、あと総合数理に関しましては、3教科では受験が不可能になっているので、4教科以上になりますので、こっちは、まあ、どちらかというと国立、うん、国公立志望の方、がまあ利用されるかなというふうに思いますね。結構もう次第受験生を省くと、はい、いうところですね。そうなんですよね。まあ共通テスト利用はそういうところありますからね。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、私共通テスト利用入試ね、なんとか分かったかなと思いますけど、続いて外部英語資格利用入試、はい、そこをですね見ていこうかなと思います、はい、よろしくお願いします、はい。こちらはですね、2020年の1月1日以降に英検2級以上を受験して合格していることが前提になるかなと思います。で他にも、GTEC などの他の試験でも基準があるので、そちらを超えている方が対象になります。学部別入試と全学部入試、それぞれ、これ利用できる入試があるんですけど、学部別入試に関しましては、小学部と国際日本学部と経営学部は、こちらの基準達していれば利用ができますよという形。全学部に関しましても、各、学部で基準が決まってますので、こちらの学部に関しても一応英語の利用、外部英語資格利用で受けられますよということになりますね。そうですね、まあ、結構ね、はい、外部英語資格利用入試、まあ、それこそ、はい、結構ね倍率が低い年が結構あるんですよね、はい、うん、まあ例えば2倍だったり3倍だったりって年があるので、はい、一般的なその学部入試と比べると倍率が、ねはい、多分6倍とか10倍とかいう年もあるので、はい、そこを比べると、まあそうですね、外部英語資格利用入試できる人は結構やれた方がいいんじゃないかなとは思いますよね、はい、この外部英語資格利用入試のちょっと注意点みたいなところをご説明するんですけど、学別入試における外部英語資格利用入試は併願ができるんですよ。つまり小学部の学別入試と小学部の英検とかね、そういう英語資格を使った学別入試は併願ができるんですけど、全学部入試はできないんです。その併願ができないんです。
なので全学部に全学部入試も受けますよ、ね、全学部入試も受けながら全学部の外部英語資格利用入試は受けれないよって話ですね。ちょっと複雑なんですけど、はい、そういうことですね、あの自分の目で確かめてね、確かめてほしいなと思います、はい、もしね英検2級以上とかね合格してて持ってる方はこちらの、入試の方を検討してみてほしいなというふうに思います。はい、でじゃあ続いてですね、まあ、ある程度入試方式入試形態について説明ができたかなと思いますので、続いて出願のお話がちょっとできればいいかなと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、まず最初に単純に出願っていつするのっていう疑問だと思うんですけど、これね結構生徒からもね聞かれたりするんですけど、今年まだ発表されてなくて、これ11月に公式サイトの方で正式な発表はあるんですけど、例年、年明けの1月5日前後に出願のスタートになっております。なので年明けね覚えててほしいんですけど、であと出願の締め切りっていうのがありますよね。そちらに関しては明治大学は共通テスト利用入試は大体共通の前日まで、そして全学部入試に関しましては共通の次の日ぐらいまでです。学部別入試に関しましては、20日前後なので、その間に必ず明治大学を受ける方は出願してほしいなというふうに。まあ結構難しいですけど、共通テスト利用入試で明治大学を取り切れた場合は一般入試で、まあ、受けなくてもいいよねって話なので、結構猶予期間があるよってところですね。実際にどうやって出願するんですか？こちらも、まあ公式ホームページを見ていただいた方が分かりやすいかなと思うので簡単に説明しますと、ウカロっていう、まあ、受験のね総合サイトみたいなのが出願とか一括でやれるサイトがあるんですけど、他の大学とかもね多く使っているサイトなんですけど、こちらで書類の方とか、あとネットで必要なものを提出したりとかっていう、まあ、写真とかですね、書類をウカロ上でプリントアウトしてもらって必要事項とか添付の上に郵送する形になります。はい、OK、ちょっといろいろ手順があると思うんで、これは多分自分の目で確かめた方がいいかなとは思いますね。はい、で実際に結構出願料とかってどれぐらいするんだろう、受験料ってどれぐらいするんだろうって思いますけど、大体どれぐらいするんですか？受験料に関しましては一学部大体3万5000円だと思っていていただいて構わないかなというふうに思います。全学部入試に関しましては2つ目以降2万円になるとかっていうのはあるんですけど、基本的に3万5000円だなっていうふうに思っててほしいなと思います。ただ、共通テスト利用入試は1万8000円で受けることができるので、まあ、若干お得になってるかなというふうに。そうですね、結構これで数万円するんだっていうところで高いなというところで、はい、結構その必要なケチる人がいるんですけれども、ね、はい、基本的に次第入試は10校ぐらい受けてもらいます、はい、なので普通に30万40万飛んできますね。ここに関してはしっかり、生徒さんは保護者様に感謝をして、はい、しっかり受験してもらえたらなと思いますね。出願の時に用意するものがいくつかありまして、これまだ、用意するものの一部なんですけど、ちょっとご紹介したいなというふうに思います。で一つ目はですね、多分この後、10月11月あたりで、高校の方通ってる方お話あるんじゃないかなというふうに思うんですけど、一般的な高校卒業予定の方は調査書っていうのが必要になります。はい、こちらは多分学校の方で聞いていただければ、いただけるかなというふうに思うので、こちら用意していただけたらなと思います。で2つ目なんですけど、出願時に、デジタル写真が必要になるので、こちら、直前になりましたら用意していただけたらなというふうに思います。はい、最後になんですけど、入学手続きいつまでですかっていうことを、まあ、もしね明治大学の方にね晴れて合格しましたというところでね、嬉しい気持ちはあると思うんですけど、まあ、入学手続きまでにね払わないとね大変なことになってしまうので、こちらの手続きいつまでなのかなっていうところがあるんですけど、大体の学部大体3月1日ぐらいまでは待ってくれるかなっていう感じです。これも年度とかによって上下するので何とも言えないんですけど、まあ、詳しくは公式のホームページの方か、しっかりと確認してほしいなというふうに思います。明治がここね良心的なところがありまして、まあマーチ他の大学とかって意外と2月中だったりするんですよね、合格の出願ね。なのであれなんですよ、入らないんだけど入学金とか払わないといけないですよね。払わないといけないみたいなことって結構あるんですよ、なんですけど明治大学はまあ多分早稲田とかの併願との関係なのかなとは思うんですけど、一応その3月頭ぐらいまで待ってくれるよっていう大学になっているので、まあ、基本的に一時金を払うことはあんまりないかなというふうに思います。まあ、結構ね毎年でいないなって思うんですけど、いるんですけど、毎年絶対数名はいるんですけど、はい、入学金払い忘れるとか本当にいるんで、本当に気をつけてくださいね、いや絶対自分はって言ってるやつが、払い忘れるんで、本当に気をつけてもらいたいなと思いますね。はい、僕も一人知ってるので気をつけてほしいなというふうに思います。ぜひとも気をつけて、学部方式によってはですね、2月中の場合もあるので必ずこちらも確認してほしいなと思います。特に共通テスト利用だと意外と2月中の場合もあるので、ここ気をつけてほしいなというふうに思います。はい、はい、ということでね、ここまでまとめてきましたけれどもね、皆さんどうでしたかね、
かなり、ね、長い動画になったんじゃないかなと思いますけれども、はい、あの多分明治大学受験をする人にとって一番重要な動画になったんじゃないかなとは思います、はい、そうですね、なのでぜひとも、ねはい、これ出願前に見返せるように、はい、この動画をですね、はい、高評価ボタンを押していただくとか再生リスト保存していただく形でいつでもこの動画で見返せるようにしてほしいなとは考えています。特に今ね、まあ、新型コロナウイルス収まってきている情勢下ではありますけれども、はいね、もしかすると入試が変更するとかね全然あるので、うん、そうですね、そうならないためにも、ね、しっかり自分の目で確かめながらこの動画も参考にして、ね、自分の受験に活かせるようにしてもらえたらなと思います、ね、受験は一人だと難しいです。一人だと難しいからこういう動画とかそれこそ塾とか予備校とかいろいろ使ってもらえるとね嬉しいかなと思いますし、多分この動画を見ているね僕らのねミーパスの生徒もですね一緒に勉強頑張っていけたらなと思います。そんな感じですね、今回は終わりでいいですか、ね、大丈夫ですか。はい、OK です。じゃあ、お願いです。今回はありがとうございました。ありがとうございました、はい、今、メイパスでは無料受験相談、そして2週間無料体験を行っております。D マッチに合格したいよ、明治合格したい、青学合格したい、立教合格したい、そういう受験生の方々をサポートできたらなと考えております。もし少しでも、ね、D マッチ合格したい受験生はですね無料受験相談2週間無料体験、応募していただけたらなと思います。そしても概要欄のリンクから公式 LINE ご登録いただいてご応募いただけたらなと思います。ちなみに G マッチ合格診断も行っておりますので、もし少しでも自分が G マーチ合格できる割合どれぐらいあるのかなって知りたい方はですね公式 LINE にご登録いただけたらなと考えております。それではありがとうございました。質問とコメントなどあればですねどんどんお寄せください。ありがとうございました。